Hey guys, welcome back to another video. Today we're playing Sword Online, Apple Online, you know, like Sword Online, you know, and whatever. But please hit the subscribe button and like the video, and let's get into the second episode of Let's Play. Last time we were stuck to get in that one spot again. Well, yeah, so where do we have to go? もう半分を探し出せば。パパ、あの辺りの浮島が目的地です。ああ、もうすぐ到着だな。 ここが日記に書いてあった浮島か。さて、キルト君、いきなりボスのお出ましか。このモンスターを倒せばもう一つの石板のかけらをゲット。よし、みんな行く。 このボスを倒せばクエストクリアです。頑張ってください。慎重に行くわよ。これにするね。 クエストクリア。 石板のかけらが揃ったな。この石板をはめれば封印されていた扉が開くんだよね。やっとダンジョンの中に入れるってことね。早速行ってみようよ。ああ、そうだな。 見たと。お疲れ様。俺たちも同じクエストやってるんだ。ああ、順調さ。
Y 番もお前たちより先に倒した。俺たちだって負けないぜ。お前たちも生前頑張れよ。随分自信があるんだな。有力ギルドにでも所属しているのか。ああ、俺たちは。おい、先を急ぐぞ。ああ、お前たち、またな。ああ。 さっき農場であいつらの戦闘を見かけたけど、実力別に敵対する気はないけど、負けるのはやっぱり悔しいわね。そうだな。ゲームはプレイするだけで楽しい。まあ気を取り直してダンジョンに向かいましょう。ああ。他のプレイヤーたちとの競い合い、これも VRMMO ならではの楽しみだ。再びこの感覚を味わえるようになったのは この ALO に入ると決めたから。あの日俺は ALO へのログインを決めたんだ。いやいや、お三名様、お待たせしちゃってごめんよ。彼は菊岡誠二郎、総務省の役人で その日は俺だけでなく、アスナやスグハも呼び出された。おやおや、面白そうな記事を読んでるね。 歌姫セブン。今日は SAO の話じゃないのか。まあまあ、この子の歌がまた可愛らしく、それでいて結構レベルの高い楽曲でね。全てを兼ね備えた少女アイドル。確かに俺も色々と調べたけど、あの残酷な事件に相対するみたいな平和提唱のメッセージを持つ歌を歌う。へえ、お兄ちゃんもこういう子が好みなんだ。 違うよ、俺はあくまで一般的な話をしただけでだな。でも君たちも興味を持っていたんだね。俺ALOに、その反応されるのは予想ついてたよ。でもさ、 SAO のサーバーをコピーした新たらに SAO では今一番熱いゲームであることは間違いない。うん、そうだね。 この世界に俺が興味を持つなっていうのは無理な話だろ。アスナだって興味があるんだろ。前にもだいぶ詳しく教えてくれたよな。あ、バレちゃったら仕方ないね。実は私もお兄ちゃんたちを ALO に誘おうと思ってたんだ。なんだかわざわざ呼び出すこともなかったかな。何か言ったか。いや、何も言ってないよ。それよりキリト君、 俺たちの経験は確かに辛いことが多かった。これから VR 世界がどうなっていくのか、あの SAO 私も行くよ、キリト君。アスナ、なら私が先輩だからね。二人のナビもちゃんとしてあげなきゃダメでしょ。よし、そうだな。うん、こうして俺たちは ALO の世界への旅立つことになった。 モンスターに。ああ、よし、敵がスタンした。この隙に逃げるぞ。おお、なんとか逃げ切れたな。大丈夫か。いきなり強いモンスターに襲われてやばかったんだよ。さっきのやつ中ボスクラスだよな。 俺たちのパーティーだけじゃこの先の。なあ、あんたたちも近。あのモンスター、ダンジョンの入り口のあたりにいるから倒さないと私たちも中に入れそうにないね。そうだな。俺たちもモンスターを倒すのを協力するよ。おお、サンキューな。あんたらが一緒なら。ああ、よろしくな。 このボスを倒せばクエストクリアです。頑張ってください。このくらい問題ないよ。パパ、敵の体力が半分を切りました。さすがです。これで敵の体力残り少しです。
I don't have my sword slap, like, well, it's just a fight, but okay. Yosh! Quest clear! Yosh! Yatta ne! Yatta ne! Quest clear! We did it! Omedetou desu! Arigato! Six healing potions. So, yeah. 俺たちは一度町に戻って準備をしてからダンジョンに挑むことにするよ。やっとダンジョンまでも。ああ、あとは手に入れた石板のかけらをはめれば。 Hey, we just started. You're facing us with three bosses. I guess we can fight it. このままボスに挑もう。わかったわ。 ドロップ。おお、これが噂のレアアイテムか。うわあ、頑張った甲斐があったね。後でみんなに自慢したらいいんじゃない。<笑>羨ましがるだろうな。さて、クエストも無事に終わったことだし、帰って休もうぜ。うん、そうだね。さすがに疲れちゃったよ。それじゃあダンジョンから出よっか。次の冒険も楽しみだね。 すっごく楽しかったな。これから攻略を進めていくと、他のフィールドも解放されていくんだよね。はい、各フィールドのボスを倒すと新たなフィールドが解放されます。へえ、楽しみだな。この調子でガンガン攻略していこう。アスナ、いつの間にそんな技を。はい、
SAO のアバターを使える仕様ではなかったが、反剣士として培ってきた俺の力は ALO で復活を果たした。リーファの的確な指導もあり、俺とアスナは次第にゲームに慣れ楽しめるようになった。馴染み深い仲間たちも一人二人と集まり、 SAO の時と同じようにみんなで時間を共有できるようになっていった。また俺のナーブギアの中にはローカルに避難していたユイとストレアのデータも残されていた。二人との再会に俺たちは涙ながらに喜び合った。こうして ALO にログインしてからしばらくすると、歌姫セブンの七色博士セブン、確かに。そしてそれから数ヶ月後の今日、待ちに待ったバージョンアップの日。さて、外へ戻ってこれたことだし、一旦町へ戻ろうぜ。そうね、町で一息入れましょう。エギルさんたちのパーティーもクエストが終わった頃かもしれないわ。じゃあ町へ戻ってエギルさんたちと合流しようよ。I thought I would make it, man. See, where we have to go? We have to go here where Kirito's at. Kirito, じゃねえか。今。まあ、エギルたちの方が早かったみたいだな。いや。俺たちもさっき戻ってきたばかりだ。それで。なあ、かなり面白かったよ。解きがいがあるクエストだったぜ。あ、キリト。クエストお疲れ様。相変わらずご活躍のようね。そっちのクエストはどうだったの？ちゃんとクリアしてレアアイテムゲットしたよ。エギルさんがすっごく頼もしかったんですよ。バトルの時に前衛で構えててくれたから攻撃しやすかったな。へへ、悪いな、クライ。俺ばっかり目立っちまったみてえだな。くそ、まさかエギルにいいところ持ってかれるとは。クラインの活躍はさておき、滑り出しは順調って感じだな。この調子で攻略も進めていこうぜ。あ、そういえば鍛冶屋ってどこにあるの？ここにはリズの店もないし。それについては俺にちょっと心当たりがあるんだ。それじゃ今日はこれで失礼するぜ。おいおい、しばらくってどれくらい待てばいいんだよ。エギルさん、私たちを工房に集めて何をするんだろう？まあ行ってみればわかるんじゃないか。そうだね、楽しみにしとこうっと。なあみんな、まだ時間あるけどどうする？悪い、俺はちょっと風林火山の連中と約束があるんで、しばらく別子。そうか、またな、クライン。それじゃあとりあえず情報収集しつつ、サブクエストとか受けてみたらいいんじゃない？うん、それいいね。酒場にあるクエストカウンターに行くとサブクエストを受けられるのよね。
キリト君、早速行ってみようよ。普段はギルドマスターや漁師の会合などで使用する場所らしい。ということは、あ、やあリファ、久しぶりだね。さすがにアップデート直後を狙ってきたプレイヤーたちは多いね。実力がないもの出し抜こうとする。君が噂のリーファの兄貴にキリト君だね。自己紹介は私からさせてもらおう。私はサクヤ。私たちの種族シルフのリーダーなんだよ。そしてこの猫娘がアリシャルー。よろしくね、黒の速攻剣士様。騒がしいのがたまに傷だが、まあ私の茶飲み友達なのでな。そしてこの男がユージーン。貴様が噂のキリト、一度手合わせ願いたいものだ。確かサラマンダー部隊を指揮する将軍で、あんたの兄が漁師を務めているんだよな。実力はこいつの方が上だぞ。エール王内では最強プレイヤーと呼ばれていたこともあった。今は違うんですか？この話今はよそ。これ以上この男を不機嫌にしても仕方がないからな。怖この館はバトル不可設定だから安心したまえ。さあそれではお互いに新エリア攻略を楽しむとするか。みんな健闘を祈るね。さてじゃあ俺たちも行くか。ここがクエストカウンターですね。利用方法を聞くことができるようですよ。ここでは様々なクエストを受けることができます。依頼を受けてその依頼を完了すると謝礼が支払われます。受けられる依頼はその時々で変わるので、たまに覗いてみてくださいね。今はクエストが一つだけのようですね。このクエストを受けましょう。よかったらご覧になってみませんか？またいつでも来てくださいね。Thank you.
います。If you guys like the video, please give it a like and subscribe to my channel. I hope you guys like episode 2 of it. I might make a little bit more longer. I don't know how long I'm gonna make this game, because this game kind of sometimes it can be long or easy to complete, but we can wait and figure that out some other time. Well, hope you all have a good day. See you guys next time. I can't explain. Yeah.